京の花町では、京都にある花町について述べる。京、京都には、上7県、祇園工部、ポント町、祇園東、島原、及び宮川町の6つの花町があり、これらを総称して、京都の六花街と呼ぶことがある。また、島原以外の京都花町組合連合会に、加盟するご地区を総称して五花街と呼ぶこともある。二千十四年三月、京都市は、 京都をつなぐ無形文化遺産に、京、花町の文化を選定した。上七軒県京都市上京区新税町から、鮭長屋町に位置する。室町時代に北野天満宮の再建の際に残った機材を使って七軒県の茶店を建てた。これが上七軒県の由来で、桃山時代に豊臣秀吉が北野で大茶会を開いた折に、 茶店側は団子を献上したところを大いに褒められて、以来、またに詩人の結びつきで花町としての繁栄を極める。毎年春になると、北の踊りが上演されて少数ながらにして良い機嫌を磨き披露している。祇園工部京都で最大の花町で、日本国内のみならず海外でも知られている。江戸時代初期に、八坂神社の門前で、水茶屋を営業したのが始まりで以後、 花町として発展し正式に許可された。この時に団子をモチーフにした紋章が作られ、現在も祇園工部と祇園東の紋章として使われている。江戸末期にはお茶屋が500軒、芸儀、舞妓、章に合わせて1000人以上いたという。明治5年、東京テントで錆びれかけた京都を建て直そうと、牧村正直が博覧会の余興として、都踊りが上演された。 振付の担当が三世、井上八千代が務めた。以後、祇園の舞は、井上流一筋となる。祇園は、多くの歌人や、政治家等の著名人たちによって愛された。ポント町京都市中京区に位置し、鴨川と木屋町通りの間にある花町。もともとは、鴨川の州で、江戸時代初期に、五岸工事で埋め立てられ、新河原町通りと呼ばれていた。この地に、 水茶屋が初めて設けられたのは、聖徳2年の頃と言われ、初めは高瀬川を上り下りする高瀬船の船頭や旅客目当ての旗小屋が茶立女を置いていた。安政6年になって、芸者嫁行の皇居が下り、花町としての花を開かせた。明治5年には、都踊りと共に、鴨川踊りが初演されて以来、ポント町は、祇園と並ぶ花町として有名になった。 京都市東山区、四条花見工事登る東側に位置する花町。明治に入り、祇園公部から分離独立し、公部に対し、祇園を継ぐと称された。乙部は主に将棋数が多かった。島原大門京都市下京区に位置する花町。正式名称は西陣屋敷で6つの町で構成されている。 室町時代に皇居された日本で、最初の核が三度の移転を経て、島原と呼ばれるようになった。昭和時代後期に衰退し、京都花町組合連合会を脱会したため、京都のご家街には含まれない。宮川町京都市東山区に位置しており、宮川筋二丁目から六丁目までが花町。出雲の国の歌舞伎踊りの時代から始まり、最初は、 若主歌舞伎の小屋と茶屋が立ち並び10代の少年が接待をしていたので、影間と呼ばれていた花町だった。その後形態が変わり法歴年間、正式に認可された。明治、大正、昭和33年3月15日の売春防止法施行までは遊郭であり、今でも遊郭時代の建物が残っている。このか、祇園工部、上七軒ポンと町、 宮川町では秋にも趣向を変えて踊りの会を開催している。また、大きに財団主催の五加害合同公演が毎年6月中旬に上演される。明治大正期昭和初期売春防止法施行まで営業売春防止法以後、ありがとうございます。